この前、うん、ランニングの YouTube 見ててさ、うん、エネルギーに変える食べ物とか、うん、栄養素の話する人がいて、うん、マラソンって超長い時間走るからさ、うん、何がこういう風にエネルギーに変わりますみたいなこととか、うん、こうやったら速くなるよみたいな話をした時にね、マラソンって走るのって自分の体で走るじゃん、うん、だからどんな変なフォームでも、うん、走ってりゃ量をやってればね、うん、ある程度速くなるんだって、うん、まあそれはその2時間台とか無理かもしれないけど、うん、多分4時間は切れるし、うん、普通の人たちよりは速くなれる、うん、けどゴルフとかは、うん、悪いスイングで練習してたら悪いのが身についちゃうから、うん、良くないよねって。マラソンってそれでもうどんなんでも走ってたら、うん、それは持久力ついて速くなるよねっていう話をしてた時に、うん、ゴルフが例で出てきたから、実際その辺どうなのかっていうのはこのプロの先生に聞かないとと思って。平井弘明のワンナップゴルフ、勝地先生に聞いて。勝地、いや違う違う違う、俺感覚先生この間からずっと間違えてるけど、俺がずっと間違えてる。そうそうそう、俺は感覚先生。そう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 、ハマっちゃって勝地先生にこれはね、うん、尺足りないね。足りない。あのすげえお題だと思う。あ、そう。あ、これはね、深いとかそういう問題じゃなくて、うん、もう話が長い長いの。長い長いんだ。簡単に言えないこと、大事なことなんだけど、じゃあどっちでもないというか、こっちだよって言えないんだ。言えない。まず触りから言っていい、うん、よく悪固めとかさ、悪いスイングをそのままやっちゃうと、うん、そんなことはなくて、うん、今登録の言ったように、例えばもう誰が見ても悪いスイングだよって言うんでも、うん、悪いスイングを100回スイングして毎回100回その悪いスイングができた、うん、って言ったら100発同じ球が出るわけよ。ああ、うん、100発その悪い球、悪い球が出る、うん、そう。ただそれがちょっとでも浮いたらコースでは使えるわけ。ただそれは自分の求めてるものじゃないから、うん、このスイング嫌だ、この球嫌だって言って、うん、また違うものを取り入れて、ただそれがまた自分なりに引っ張ってきたものだとしたら、うん、またそれが正解かどうか分かんない、うん、自分の思い通りの球が出るかどうかもやってみないと、固まってみないと分からない、うん、っていうのがずっと永遠に続くんで、うん、結局行き先、目的地が違う場所にたどり着く可能性があるわけ、うん、それが結果的に悪いスイングだねっていうことになったりするんだよ。はいはいはい。自分にとってはね。うんうんうん。でも、例えば自分がスライス打ちたくて、フェード打ちたくて、でも、評価した人がドロー打ちだったら、うん、本人は納得してても、他人は納得してない。あー。とか、そういうふうな言われ方によっても変わるんだよね。悪いスイングだよって言われちゃったら、自分にとってはいい球、いいスイング、心地いいスイングでも、うん、他人からしたら、それが悪いスイングだよって判断する場合もある。そういうのがすごくあって、うん、変な話、大げさに言えば左向いて振り遅れて真ん中打ってる人、うん、でも振り遅れてるじゃない、うん、でも真ん中行ってるじゃない、そういう関係が生まれてきちゃうっていう。そういうことか。百発百中同じように振り遅れて、そう、同じところに飛んでけば関係なくなっちゃうから。でもスイングは悪いスイングなわけ、振り遅れて打ってるから飛距離も多少出なくなるだろうし、うん、そうだよね、うん、本当はその人250飛ぶとしたら、うん、230のフェアウェイど真ん中になったら、うん、害はないじゃない。ないね。ね、その20ヤードって言って、うん、レギュラーティー白マークだったら、うん、何の害もないから、うん、だから、旗からしたら、いや、振り遅れてるけど、あいつ真ん中行くんだよな、で終わる。けど、うん、いいスイングではない。だから、うん、だから思い描く悪いスイングって、球筋と、例えばイコール、うん、こういう、たま、うん、ゴロだったり、うん、要は使い物にならないから、うん、が、誰が見ても自分が打っても多分悪いスイングなんだろうなって思うんだけど、うん、球がちょっとでも浮いた曲がり球っていうのは、うん、捉え方によっては、うん、それをずっと打てるんだったら武器になるんだよね、うん、はい、こっちの答えですっていうのがなかなか難しいんだよね、うんうん、ただ固めるっていうことに関して、うん、例えば量を増やしてね、うん、いくら悪いスイングだって固まればものになるから、うん、固まるまでいかないのに、だいたい俺が見てる限りだと新しいものを入れてずっと柔らかいまま、はい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 、だからどっちつかずが多いわけよ、うんうんうん、だからまだ悪固めの方がいいよねって、はあ、うん、全然俺はそう思う。俺のね、栄の同級生のナリボーって子がいいんだけど、その子はね、うん、全部こうってマンカットなの。ただ、ヘアウェイヒット率、うん、全然いいから。そうなんだ。8割ぐらい。
フェアウェイヒット率。そう、全然70度も出るし。ただ、めっちゃくちゃカットでめちゃくちゃスライスなんだよ。そう。でもそれ分かってるから、うん、そういう。対応してるわけ。そうだよね。うん。そこに曲がると思って打ってるってことだよね。そう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 。だから、同じ綺麗なスライスいつも打つから。うん、絶対動画打てないんだけど。それが自分でいいかどうか。そう。で、本人は、もう納得してそれを自信満々に打ってるから、スコアいい。うん、ああ、迷ってないんだ。迷ってない。こうすんごいんじゃない、うん、振りかぶり通過。そう。もう右すねの横を通過して、うん、右耳の横を通過して降りるから。すんごい。でも、毎回同じフェードっていうかスライスだから。全然いいの。それ本人はどう思ってるの？いや、やっぱドロー打ちてよって言ってるよ。言ってた言ってんだけど、うん、でも、すっげえ明るいキャラだね。そう、だから、俺とかがいじっても、うん、全然、いや、俺のが、ヘアウェイキープ率いいしとか、そういう反応だから。へうん、全然、自信満々にやってるから、栃木県の那須小川っていうところで。うん、てか、その子はね、なりぼうは、高校から始めたのかな、うん、あ、そうなの確か、それぐらいなのよ、始めた。で、初バーディー取った、俺ら一緒にラウンドしたの。あ、そうなんだ。そう、合宿の時、夏合宿。那須小川っていう栃木県、うん。そこのショートホールで、7メーターぐらいのバーディーパット入れたの。そう、それ立ち会い人。でその時も、うん、もう綺麗なカットよ。ただ再現性が高い。だから、よく言えば、うん、ドローに見えがないわけよ。そっか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 。うん、だから、すごく仕上がるし、うん、うん。全然いい。だからそれで固まってるから、うん。うん、全然いい。ただ、今日のお客様、はい。真逆。ごめんね。ね何が真逆かっていうと、うん、スイングはなりぼう。うんうんうん、もうアプローチ最初始めたもらった、うんうん、で俺何もじゃあとりあえず打ちましょう、うん、こうやって打つ、うん、あ俺今日やばいと思ったの、うん、だけど、うん、練習終わった時、うん、こういう球打ってかったから、へえ、極限を超えてたからよかったの。そうなの？そう。極みだったから。マジ？カットの。そう。うん、だから、うん、極端に本人もできたの。ああ、うん。これを、うん、これにしてくれって難しいの。だけど分かんないからね。そう。これを、うん、これにしてくれ。逆はね。だから、楽勝でドロー打ってるから、今日。あ、マジ？うん。ドローなんか打ったことないっすよ。だけど、これは、レッスンどうのこうじゃなくて、うん、そんぐらい度を超えてると、簡単なの、うん。ちょっとのが難しいんだ。難しい。微調整みたいなのしてあげる方が。そう。だから、アイアンとか、うん、何番って伸びたんだろうね。距離そんぐらいよ。やってもらったのは波動拳だから。カメハメハ波動拳だから。それぐらい、うん、そのクラブ軌道変えたの。へぇー、うん。今まで他でも習ってたの俺からじゃないから言うよ。うん、3回レッスン行ったことあるんだって。3回ってその3人のレッスン行ったことある。うんうんうん、4人目よ俺4人目。うん、4人目までたどり着いたってことはおかしくない？まあそうだよ。そうだよね。うん、まずは、うん。で、そっから話し始めていい、うん、まず1人目、うん。スイング言われたことないんだって。グリップしか言われたことない、はいはい、うん。こう振れって言われたことないからレッスンやめたんだって。はいはい、はい、うん。何やっていいかわかんないから。うんうんうん、まずそれが1人目、ね、うん。で、アプローチその人、うん、結構ドスンって入ったわけ。カットだから、はい、上からね、はいはい。何を直されたんですかって聞いたの。うん、こうやってるって言ったって。お肘曲げるって。はいはいはい。終わってんなと思って。こうやって緩くして、こうやって。それ全部が緩くなるから、ヘッドが落ちるよね。それはドンってなる対応じゃなくて、増す対応だよ。そうだね。もう、やばいと思った、ええ。で、俺これは1球目から、さってやらせる自信があった。したら1球目からさってやった。えって言ってた。自分で？自分で。自分で？うん、本人が。ドンって入らないっつって。えってなった？うん。あれって言ってた。あれ自分、自分じゃ。いや、これがアプローチですよって言ったの。ほんと、特別なこと1ミリも言ってないの。いつもと同じレッスンしただけ。あ、そう。ただ、
習ってきたことがいつもとワンナップゴルフのいつもと同じからかけ離れすぎてたから、うん、すごいことに感じてたの、うん、その方は、うん、でも本当普通そうでもあれって言っちゃうんでしょちょっといや本気でやばいと思ったから音が俺多分2時間レースしたらこの芝なくなっちゃうのかなそんぐらい上からだったからあそうああいや俺は今んとこナンバーワンじゃないかなあそう今まででカット度合いダウンブロー度合いあそうダウンブローとかいう問題じゃない本当釘打ちマジブラジルの皆さんになっちゃうなっちゃう本当本当ブラジル届くか温泉出ちゃうそうだよねうんそんぐらいだったのよへえそれがドライバーでもドロー打ってるからあそう、うん、クリークなんてほぼノーミスよすごい、ね、クリーク向こうしか行かないんだってへえそれ一回左引っ掛けでそのアプローチからアイアンやって、アイアンももちろん良かった、うん。で、ドライバー行って、で、結構いい球出てきちゃったから、うん、他なんかありますか気になるクラブって言ったら、うん、5番ウッド、クリークが当たんない、うん、たまに当たったらいい球出るけど、うん、やっぱり右と左に散るっつ、うん、もう全然、7球ぐらい打って、うん、ほぼ7球ナイスだった。だから軌道、スイング軌道が変わって、うん、そのフェイスアングルがキープできた。この2つをやった。うん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 、したら、やっぱ全然球が良くない。あとはお伝えしたことに素直に動ける方だったから良かった。うん、ああ、なるほどね。うん。それはまあでかい。うんうん、ただバックスイングが見えないぐらい速い。早いんだ。だから、それはやめましょうっつった。ああ、うん。振ったりタイミング取って、スパンって振ってあげましょうっつったら、やっぱいい球出るんだけど、うん、分かってるんだけどねっつってた。嘘。速くなっちゃう。うん。それも多分、うん、トップ3には入るね、今まで。あ、そう。うん。その方が遅くできた理由は遅くした時にナイスショットが出るって本人分かったからああ音も違う、うん、球筋が違う、うん、なんせドローが出る、うん、ドローなんてあんまり見たことないって言ってるから本人がでもやっぱり今日実際に軌道とフェイスアングル変えたらやっぱドローがバンバン出るから、うん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 、ドローを打たしたいわけじゃないんだけど、うん、やっぱスイングのその今のプレーンを変えないとその先がないから、うん、ただその方がさっきの話に戻すと相当カットで振ってクラブ緩まずに回転して同じスライスが出てんだったら、うん、もしかしたらそれでいきましょうって言ってたかもしれない。あ、なるほどね、そうだけどこうやって握れって言われたんだって、うんうんうん、そうこれでカットってやばいよねドローだったら分かんのよ地面触れないからこうやっていくから、うん、でもさカットってさこうなるじゃない、ね、こうなって、うん、このゆるゆるだってフィニッシュでさここにさ椎茸入りそうだもんだってすごいんだからゆるくてこうやってだからフォローでこうなるのこっち側に垂れるの持ってらんないのこうやってはあそうだそれじゃ当たんないし、うん、捕まえられないさ球をドロー打たなくてもいいけどフェースに乗せて捕まえることができないから、うんうん、握んなくていいから手の中の空気を抜いてくださいって言ったのなんで、なんだろう今。嫌だったの言いたくなかったの、うん、サロンで言いたかった。隙間をね、うん、グリップと手の中の隙間を抜いてくださいって言ったら、うんうん、やっぱいい球で。でもほら、一人目からグリップ長ってるから。いや、そうなのよ。でしょそうなの。うん。慣れてたから、それは。だから、振りは良かったのかなと思って、その時はまだ。こうなってなかったのかなと思って。二人目がね、うん、確かそのアプローチで、うんこうやって緩く、うん、肘を緩く、ドンって入るときは緩くしろって言われたんだって、うん、逆だよねと思って。3人目は ?3 人目は聞いてなかった。でも、3人ともスイングのこと言われてないからここ来たんだって。へ、うん珍しいなと思って。そうだね。うん。習ったことありますかって言ったら、習ったことあるんですけど、習ったことないですって言ってたんで。本当ありがたいね皆さんワンナップゴルフに。いや本当です。お客さん送っていただいて。いや本当ありがとうございます本当に。治っちゃったら来ないからね。そうなんです。一人目で終わってるから。そう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 。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当嬉しい限りでございます。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。